アベオは韓国の GM ダイウが2002年から製造するサブコンパクトカーである。GM グループの国際戦略者で世界各地でいくつかの異なるブランドから販売されている。初代アベオアベオ後2002年、韓国使用者がダイウ、カロスの名称で販売。ボディタイプはハッチバックおよびセダンが用意されており、デザインはイタルデザインが担当している。その後、 シボレーブランド版が2004年に発表された。ただし、欧州においても、かつて、大優ブランドで販売されていた地域では、カロスの名称が引き続き使用されている。また、オセアニアでは、ホールデン・バリーナとして2005年から、それまでのペルコルサのバッチエンジニアリング社に代わって、導入されている。この他、カナダでは、ポンティアックウェーブ及びスズキスイフトとしても、販売されている。 セダンが T250 型に移行し、ジェントラとなった後もハッチバック車は継続して、生産、販売が行われ、2007年にはマイナーチェンジが行われ、韓国使用者の名称が、ダイブ、ジェントラ X に変更された。二代目アベオ2005年の上海モーターショーで世界初、公開され、同年9月に、韓国使用者がダイブ、ジェントラとして先行発売された。 ただし、2008年まではセダンのみのラインアップとなっており、ハッチバックについては、先代のカロスのマイナーチェンジ版が、ジェントラ X の名で、継続販売されている。なお、デザインは、GM と上海2社との合弁で、中国に設立された反アキシャ技術中心が担当している。海外での展開については、北米では2006年1月のロサンゼルスオートショーで、 新型が発表され、同年夏から発売。また、オーストラリアでは、同年2月に、ホールデンバリーナセダンとして発売され、中国では、シボレーロバの名称で同年に発売された。さらに、メキシコにも、ポンティアック G3 として投入された。2009年5月、中国仕様のシボレーロバが、フェイスリフトを受け、L 字型のヘッドライトと大型のグリルという、 ハッチバックと似たようなフロントフェースとなった。前期型ソニック前期型ソニックセダン後期型ソニック5ドアハッチバックの先行コンセプト、アベオ RS コンセプトが2010年1月の北米国際オートショーにて発表され、市販モデルは同年秋のパリモーターショーでデビューした。ヘッドライトレンズを用いず飛び出したようなヘッドライトベセルが特徴。なお、今回から北米地域は 社名がソニックに変更される。なお、北米使用者の製造は2011年からミシガン州オライオン工場にて行われている。韓国国内においては2011年3月の韓国 GM への社名変更を受け、この方からシボレーやベオとして販売されている。オセアニア市場では引き続きホールデンバリーナとして販売される。また、 GM ジャパンの社長、石井住とは、時事通信社の取材に対し、2011年中に日本へ投入することを明言。そして、2011年10月6日に、日本において北米市場と同じ、シボレーソニックの名で正式発表した。グレードは当初は、ベースグレードと上級の LT の2種で、2012年5月には、エアロパーツとカーボン調。 ラリーラインを装着したスポーツラインを追加。すべて1.6リットルエコテックエンジンに6足 AT の組み合わせとなる。ボディタイプは5ドア HB のみで、アベオや北米仕様のソニックに設定される4ドアセダンは用意されない。なお日本仕様は韓国 GM 製となるが、ハンドル位置は右のみで、ウインカーやワイパーのレバーの位置は日本車と同様にウインカーは右、ワイパーは 左となっている。日本における特別使用者としては2012年1月31日に限定50台で JBL 製8スピーカーなどを装着した JBL サウンドリミテッドを発売している。しかし燃費は JC08 モードで 10.9kmL でしかなく、これでは同クラスである1.6リットルの日本車に劣っている数字である。2016年4月をもって 日本市場での販売を終了し、公式サイト上からも削除されたが、他国市要は2016年にフロントマスクの刷新を受け、販売を継続している。ありがとうございます。